出席委員16名であります。休憩前に引き続き委員会を開きます。引き続いて質疑を行います。岡崎委員。どうもこんにちは。それでは先ほど伊藤委員の方から質問があったんですが、経営林事業についてまた違う立場から質問させていただきたいと思っております。まず実施状況について何点かお伺いしたいと思います。文集造林事業、センターからずっと引き継いで今財団の方が受け持っておるわけでございますが、約1万5000ヘクタールを地権者から土地を借りて、そしてその収益を分配するという制度であるわけでございます。その中で、地権者に対してやはりしっかりとその分収金を返還するという使命が一方ではあるのではなかろうかと思っておりますが、なかなかその分収金の還元ができていないという不満の声が高まっておるわけでございます。そこで、平成26年度の分配金、これ予算上は、140何がしだったと思うんですが、収益の方は予算に対して、5000万近く売り上げは上がっている。そうした状況の中で、実績も決算書を見ると、計画と予算と同じようになっておるわけでございますが、これは間違いないですか。ちょっと確認させていただきたいんですが。農林水産局長。平成26年度の今の分収入事業に伴います分収金につきまして、委員がご指摘ございましたように、予算額は147万6000円ということでございます。実績についてはですね、859万4000円ということでございますが、経費の精算等、年度末でできるものもありますので、そのものについては今年度支払うということになっております。一方で払えない状況があるというようなことはございましたが、経営林の管理方針ではですね、通常2回の利用間伐をした後に種伐を行うということで、現段階では多くが1回目の間伐ということで、1回目ということですので、作業道を開設するとかいう経費がかかっておるということがございまして、事業地によりましてはですね、その分収金を支払えない状況があったというのが事実でございます。そうした事業費につきまして、事業地につきましても、2回目の間伐、種伐についてはですね、すでに作業道が設置されておるということで、生産原価の方はですね、低くなって対応できる、抑えられるものと考えております。岡崎委員。確かに今、第1回の利用間伐ということで、売り上げは少なく、経費がかかるという構造は分かるわけでございますが、ただ、その収益を上がる事業地に対して、優先的に今、作業をやっていると、森林組合と、地区の森林組合をやる場合は、必ず利益が還元されているというような状況の中で、なぜこの県の財団がやるものに対してはそれが分配されないというようなことが一つと、もう一方ではやはり速やかにその事業地ごとの収益というのは出るはずですので、早く還元をして、そして決算書等にもその行為というものは年度中に反映させないと、なかなか正確なものが県民に示さないということがございますので、その2点について、速やかに、対応していただきたいというふうに思っております。また事業地ごとに各森林組合等は、作業内容あるいは、それに対する売上また経費そして収益で分収金というものを森林プラン書として示して、地権者の理解を得ながらそうした事業を進めているわけでございますが、それが県の財団がやるものに対しては、提示されていないというようなことがあるようでございますが、事業地ごとにこれはしっかりとプラン書は示しているんですかね。農林水産局長。土地所有者の方に対します説明でございますが、平成26年度からは事業実施前にですね、県と土地所有者との間で
まあ、事業の実施区域や分集金の算定方法についての、まあ、確認書を交わして施業の同意をいただいておるというのが実情でございます。今後、まあ、事業に対する理解を得るためにも利用間伐を実施する前にですね、土地所有者の方に対して間伐の実施計画なり収支計画をですね、お示ししてより一層分かりやすく丁寧に説明を行った上でですね、事業を実施してまいりたいと考えております。岡崎委員。まあ、一つ聞くのりは、その財団自身がその専門家が少なくて、まあ、事業地が増えてくるとそうした作業が、なかなかまあ、パニック状態になってしまうというようなことで、まあ、人材のミスマッチが私はあるんではなかろうかと思いますが、やはりその辺も考慮しながら今後、まあ、しっかりと地権者への説明というものは、まあ、プラン書として示していかないといけないのではなかろうかと思っておりますので、県の方からもしっかり財団の方に指導していっていただきたいと思います。また三位一体改革というのを平成18年にやりまして、まあ、地権者との契約を6、4から、まあ、奈良さんに変えたわけでございますが、まだそれが十分奈良さんに統一されていない。やはり公平性の担保という面におきましても、やはり 100% その奈良さんなら奈良さんで、理解をいただかないといけないわけでございますが、今そのような、実態というのは、どのぐらいが何パーセントぐらい、奈良さんに今返還できているのか、また、まあ、理解、これ今後どのようにして残ったところをやっていくのか、その辺について、お聞きしたいと思います。農林水産局長。分集割合につきまして、委員がご指摘ございましたように、平成18年度から県と所有者の割合を6、4から7、3に変更するという取り組みを始めておりまして、財団というか県へ移行前の25年度末でですね、当時面積割合で 72.4% ということでございましたが、まあ、今時点、まあ、10月の末でですね 78%ということになっておりますが、まだまだ 100% を目指してですね、やっていく必要があろうと思っております。まあ、今後につきましては、まあ、先ほどのこともございますが、土地所有者の方に対しまして、まあ、単に変更ということではなくて、施業の内容、また実施時期、それと始末までの全体の収支の見込みのほかですね、現在の森林の評価などを、まあ、十分説明してですね、事業理解推進の理解を得た上で割合の見直しを強く働きかけてまいりたいと考えております。岡崎委員。まあ、もう一つ、まだ死亡して相続ができていないとか、あるいは、まあ、土地所有者が不在になっているとかいう点で、まあ、なかなかそこらの契約というものがしっかりできていないところもあるというふうに聞いておるわけでございます。まあ、地元のそうした中で、まあ、事情に詳しい森林組合の協力を得ながら、まあ、早急にそうしたものも整理していかないと、山が放置されてまた荒れていくという、まあ、一つの公益的な機能というものもあるわけでございますので、そうしたところもしっかりと整理をしていっていただきたいというふうに思います。そして、まあ、まあ、これから、まあ、財団の体質、そして、まあ、県営林の、まあ、事業自身の、まあ、見直しについてちょっとお聞きしますが、まず販売面についてでございます。今報告があったように、まあ、今期の上半期、まあ、非常に販売単価が下落しているということで、まあ、12、3% ぐらい、予算より減っているのではなかろうかと思っております。まあ、この市況がこのまま続くと、まあ、特に集中改革期間である中期計画というものが大きな狂いが生じるのではなかろうかと思います。まあ、この5年間、21億6000万円の総売上になっておりますが、まあ、現在の市況が続くとするならば、同じ木材財政を売ったとすると、どのぐらいの金額になると予想されておりますか。農林水産局長。今ご指摘ございましたが、まあ、中期管理計画、この5年間で、まあ、22万2200立方メートルの木材を生産して21億6600万の計画と
ということにしております。上半期につきましては平均単価が1万524円ということでございまして、まあ、計画しております税込みの1万1880円に対しまして、まあ、11% 下回っておると。で仮にこの 11% 下回った上半期の単価が30年度まで続くというして仮に仮定いたしますと売上高は20億2000万ということで全体で1億4500万下がると考えております。ただまあ今日午前中にもお話ししましたが、市況の方でございますが、まあ、今回復傾向にあるということで直近の10月で申しますと1万2000円台まで返ってきているということでございます。まあ、今年度につきましては、まあ、この機を逃さずにですね、販売強化をするということで目標に向けの達成に向けて取り組んでまいりたいと思いますし、今後もまあそうした市況の変動にですね、十分注視しながらですね、事業運営をしていきたいと考えております。はい、岡崎委員。一つには、まあ、市況になかなか変化されない、まあ、販売体制というものを私はこれから築く必要があると思うんですけど、市場取引から、まあ、40% ぐらいは今直接取引というようなことで、まあ、販売面においては努力をされている成果が現れているんですが、まあ、なかなかその市況変動ということに対しての対応策がまだ十分ではないと。やはりこれだけ9万ヘクのうち 2万ヘク県が持っているわけですので、やはりプライスリーダーとしての地位をやっぱり確立していく必要があって、まあ、主導権を持ってやはり市場を引っ張っていく、まあ、こうしたやっぱり販売戦略なり、まあ、販売方法というのがこれから問われるのではなかろうかと思っております。まあ、そうした中でやはり中期財政計画このままの市況でいくと1億何がしが減ってくると、もう計画そのものがまあ狂ってくるわけでございまして、そうした市況頼りではなくて、やはり県としてしっかりとその予算に対するそれを上回るようなやはり販売方法というのを一つ考えていっていただきたいということをお願いすると同時に、まあもう一方では非常に今の財団の体質そのものが高コスト体質になっているのではなかろうかと思っております。まあ、比較すると、まあ、1万6000ヘクをまあ管理生産しております、森林総研、まあ、これは6人で、まあ、各地域の森林組合と綿密な連絡を取りながら施工したりあるいは、保育をしたりしておるわけでございます。まあ、今財団の方は、26人という体制の中で、まあ、5年後にはそれを21人平成30年21人にする。で売上あるいは生産というのは同じ量をやっておるわけでございます。同じだし増えて人数は減るというような状況で、まあ、生産部門を、まあ、外注するとかいうことはあるんでしょうけど、やはりここが先ほど言いましたように、まあ、農業職も含めて、必ずしも専門家が従事しているわけではない、余剰人が、まあ、はっきり言って、そこに抱え込んでおるわけでございます。で先ほどの文集の契約者の面からいきますと、やはり将来の、まあ、山林収入に対する、まあ、期待というものがあるわけでございまして、まあ、そうした高コスト体質に対する不満あるいは、県への不信感があるわけでございまして、まあ、これはやはり、まあ、県全体の収支ということもありますけど、やはり契約者の立場から県としては最小の経費で最大の効果を上げるということを一つやっていかないといけない。だから今そうした21人体制というものが平成30年でございますが、まあ、これはすぐにでも本当に、スリムな体制にやる必要がある。やらないとそうした信頼感に応えられないし、また県の長期収支見込みに対しても大きな支障をきたすというふうに私は思っておりますので、もう早急にこの前倒ししてでも計画というものを見直して今行かなければならないのではなかろうかと思っております。まあ、集中改革期間5年間というのが本当に今後50年70年の、まあ、土台を築く一つの経営体制を確立する意味において大変重要なことではなかろうかと思いますので、まあ、その辺についての抜本的な改善策について、局長の方にお聞きしたいと思います。農林水産局長。26年度かの、まあ、第1期の中期管理経営計画では、まあ、最終年度におきます
平成30年度において、まあ、既存の県営林の、公庫償還金を除いてですね、あの保育経費も含めて一般会計に依存しないという経営の確立を、まあ、目標としておるということで、まあ、今委員がご指摘されましたような、あ、職員の削減も含めてですね、段階的に改善を図るということで、まあ、これまで生産性の向上なり協定取引の導入等に取り組んでまいりました。まあ、しかしながら今年度上半期のように非常に市況が不安定であるということと、予定されております2度目の消費税の増税のですね、反動等を考慮するということを考えますと、その中期管理経営計画の目標の達成に向けては現在取り組んでいる販売強化の等の取り組みに加えましてですね、木材の下落時にも収益を確保できる生産体制を構築していくことが急務であると考えております。このため民間事業体の活用、ま、と委託先である財団による生産体制の縮小、それとか、まあ、いろいろな交付写真等も活用した効率的な林分調査など固定費の経費の削減を進めることが必要であると考えておりまして、現在財団とともに検討を進めておるところでございます。その検討結果を来年度以降の県営林事業予算にですね、あの着実に反映させてまいりたいと考えております。岡崎委員。まあ、本当に、まあ、いろんな方法があると思うんですが、まあ、一つには私は、まあ、森林組合各地域、まあ、地域の実情をよく分かっているし、まあ、効率的な仕事をやっておるわけでございまして、まあ、そうしたノウハウを使うとか、あるいは森林組合自身に、まあ、仕事をこれからもっと出していきながら、まあ、調査とかあるいは生産とか、またいろんな施工の計画等も綿密な連携を取りながら、まあ、財団の方をスリムにしながらコストを削減していかないと、まあ、今の体質でいくと、まあ、なかなか収益が出てこないということでございますので、まあ、ぜひとも来年度予算からそのことを考慮しながら抜本的な対策に着手していただくことを要望いたしまして質問を終わります。どうもありがとうございました。犬堂委員。それでは重複を避けたいとできるだけ思うんですが、あまり原稿に乗っ取らないでですね、読み合わせはしない方がいいんじゃないかなとこう思ってますので、よろしくお願いをしたいと思います。さる10月30日にですね、広島県健康福祉局長の名前 ですね、児童虐待防止に関するオレンジリボン装着の協力についてというのを出されておりまして、ね、集中月間は11月ですが、来年3月末までね、ぜひ協力いただきたい、こういうことでですね、文書が出され、ですね、オレンジリボンが我々議会の側もですね、一人ずつに、改めてですね、まあ、配布されたと、そういうことでですね、今日はですね、知事さんを先頭にみんながですね、やはりリボンをつけていらっしゃってね、私は非常にですね、まあ、感激しております。みんなでですね、やっぱしこの問題取り組んでいかなかったらですね、なかなかですね、一部分の人がやってもですね、効果が出てこないという私は思いがあるんですよね。ですから常時やっぱしみんなが意識、ね、認識し合って、そして直接その棒に携わってなくてもですね、やっぱり子どものですね、児童虐待にしても、まあ、大人の DV にしてもですね、あれいじめにしてもですね、なくしていくようにしやないかんよなという気持ちがお互いが持ち合うということがね、一番大事なように思っておりましてね、その面ではですね、ぜひ今日ですね、来年3月まではせめてですね、
全員がこのオレンジリボンつけてもらってですね、私は一緒にですね、頑張っていきたいな、育ってほしいなということを強く思っておりますのでね、まず順番がちょっと行き来しますけれども、知事さんは先ほどですね、尾形委員の質問にも答えられておりましたけれどもね、自分が先頭になってですね、この虐待の問題取り組んでですね、なくするように頑張りたいと、こういうですね、強い決意を述べられました。私はですね、率直にそれをですね、信じたいし、そうあってほしいしですね、そうあるというふうに思っております。したがってですね、来年3月末まではね、せめて一緒にですね、頑張ってい いけるんじゃないかなと、こう思います。知事さん、まずその点についてお伺いします。与崎知事。リボンについては、いろんなリボンが非常に需要が高くございまして、そういうさまざまな中からですね、オレンジリボンについてはしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。犬の委員。はい、すいません。そういうですね、ぜひ期待しておりますのでですね、まあピンクのリボンもありますしね、いろいろあるんですが、今やっぱし子どもこの児童虐待とかいじめというのはですね、非常に深刻なですね、状況ですから、ぜひですね、知事を先頭に、私らがつけるよりは知事が先頭でね、やっぱりつけて、毎日テレビ出るわけですから、あなたの場合にはね、ほとんど、みんなが意識し合うということにつながると思います。ぜひね、先頭で頑張っていただきたい、こうお願いをしていきたいと思います。それでですね、教育長ですね、私は学校行きましてもね、学校の教職員やね、あれまで児童館の教職員を含めてつけてる人はおらんのですわな、これをつけないかんことはないんですよ。ただ私は運動としてね、やっぱり一番子どもたちの身近なところの教職員がね、やっぱりつけてね、子どもたちにもね、毎日あ先生つけてるもね、いじめいかんのよの、虐待いかんのよのと、そういう思いをね、ぜひ私はね、子どもたちに認識してもらいたい、そう思うんですがね、教育委員会としてね、私は市町村の小中学校も含めてね、この運動をね、やっぱり広めてもらいたい、こう思うんですが、いかがでしょうか。教育長。県教育委員会では、児童虐待防止推進月間の実施にあたりまして、学校や市長教育委員会に対して、児童虐待の防止、および早期発見、早期支援の取り組みの充実を図るよう、指導いたしますとともに、所管する県立学校教職員に対しまして、このオレンジリボンを配布をし、児童虐待の防止への意識の高揚、定着を図っているところでございます。引き続き、学校におきましても、しっかり各教職員が、オレンジリボンをつけていただくこともとともに、児童虐待の防止および早期発見、早期対応に取り組むよう意識啓発に努めてまいりたいというふうに考えております。犬蔵委員。私はですね、小中学校のことはそれぞれの市長の、ね、教育委員会の問題だということになるかもしれませんけどね、しかし協力を求めてね、行くべきだと思うし、それから自治体職員にしましてもね、やっぱりもちろん県の職員も一般職員も含めてね、私はみんながね、やっぱりこれ付き合ってね、あれなんならえところか始まってね、いやあれはこうらしいよということのね、やっぱしことが県内にね、やっぱ浸透したら、それこそね、素晴らしいね、やっぱこの運動になるんじゃないか。確かに対応できる組織だとかね、あれは県警も含めてそういうのができていてもね、県民一人一人がそういう認識にならなかったらね、私はなくならんと思うんですよ。そのことをね、この運動でやかましく言うのはね、他の担当する部門だけがやったってダメだと、こういう問題はね、私はね、かつてこういう経験があるんですよ。民間会社にもおるわけですけれども、大分県のね、ある製鉄所の埠頭を作るというんだね、会社が埠頭の海に打ち込んでですね、鳩場を作ったんですけれども、その時のパイルをですね、受注した。そして板塚12ミリ
だったですかね、それ以来6メーター、直径が 1.2メーターの、ね、直径のパイルを曲げて、それを、ね、溶接をして、それを4本つないで、4本つないだのを船で運んで、ね、大分まで行ったという仕事を、ね、したことがあります。最初ね、これね、溶接分は全数検査で全部 X 線取らないといけないわけです。後で、今問題になってます、国なんかね。それでね、まあ最初の日は1週間ぐらいはね、不良率が 90% 超えたんですよ。そんなに溶接をしてね、巣が1個もないような溶接っていうのはね、そんなやったことないなってことになって、そこでね、どうするか犬と考えて、こういう上から言われて、私もあれ27歳ぐらいだったんですけど、いろいろ考えましてね、これはね、やっぱみんなで取り組まないとダメだと、なんぼ一部の門が言ってもダメだということでですね、私はね、全社挙げてね、チャレンジキャンペーンというのをやったんですわ。その関係しない人も含めて、事務所も含めて、で同じようにこうオレンジリボンじゃないですけど、バッジつけてね、やりましたよ。そしてね、毎日まあ、現場の作業長以上、組長以上集めてね、毎日の反省会やってね、やりましたけれども、1ヶ月の時にはね、一桁台に落ちまして、不良率が。今、まあ、大分にもそれは残ってありますけれどもね。だからみんながね、やっぱりやる気になってやればね、私はできると思うんです、この児童虐待でも、いじめの問題でもね。したがってね、まあ、こんなものに幼稚なものという考えもありますよ。しかし、私たちは意識づけをきちっと、ね、して、お互いがこの問題で頑張ろうという気になればね、変わっていくんです。ね、だから、ぜひ学校もね、教職員も、PTA の皆さんにも協力を求めるとかね、そんなことを含めながら、ですね、みんなが、県民みんなが、ああ、オレンジリボンあれよのと、あれよのと言うと、お互いが見たらね、そういう認識を持ってもらう。そういう運動に、ね、ぜひしていってもらいたい。こういうふうに、これは、今後のね、お願いをしておきたいと思います。それではですね、時間もあれですから、局長いいですよ。それ次はですね、この子どもの貧困対策の問題ですね。順番が少し入れ替わってるんですけれども、昨日も記者だったんですかね、テレビニュースやってましてですね、家計に占める教育費は 51.6% とかね、日本はダントツ、ね、あるいは GDP に占める教育関連のですね、予算は 3.5%、ね、どれも世界的に、まあね、OECD の中でですね、思わしくないところに日本はあると、こう言ってましたですな。そうするとですね、まあ今、広島県の就学援助のですね、受け取る子どもは 22% ですよね、教育長。そして、全国は 16% です。全国に比べた広島県は非常に高い。それだけね、子どもが貧困の状態に置かれていると思うんです。そこでね、やっぱし、もっとですね、この問題を真剣に取り組んでいかなかったらね、いけないんじゃないかなと、それは教育長もそう思っていらっしゃると思うんですね、あるいはまたですね、知事もそう思っていらっしゃるというふうに思うんです。そこでですね、やっぱこの子どもの貧困対策というものがね、もっと取り組んでいくようにするにはどうしたらいいかということもあると、今までもですね、取り組んでこられたわけですけど、さらに取り組んでいかなきゃというふうに思うんですが、これまでね、私はあまり知事も行く面はよく、まあ、こう表に出るんですけれども、貧困撲滅という取り組みについてはですね、どうも弱いんじゃないかなと、こう思うんです。知事の所見を伺いたいと思います。湯崎知事。ね、子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されることがないよう、子どもの貧困対策を推進していくことは非常に重要な課題であると認識をしております。そのため今年度改定いたしました広島未来チャレンジビジョンにおきましても、安心な暮らしづくりの中で世代を超えた貧困の連鎖を防止するためにも、子どもや子育て家庭への総合的な支援が重要であるとして、
一人親家庭に対する支援などに取り組むこととしているところでございます。具体的には広島ファミリー夢プランにおいて広島県子どもの貧困対策計画を位置づけて公営住宅への入居の優先的な取り扱いや子育ての困りごと相談などの生活支援であるとか母子家庭等就業自立支援センターにおける職業紹介や相談対応などの就労支援などを実施しております。さらに子どもの将来を見据えた直接的な支援として昨年度から実施しておりますボランティアによる学習指導について現在の5市町を実施をしている5市町から全市町への拡大を検討してまいりたいと考えております。今後とも子どもの貧困対策の取り組みを総合的に推進することによりまして全ての子どもたちが社会の宝として健やかに成長していける広島県の実現を目指してまいりたいと考えております。犬田委員、ぜひですね、まあ、長い、これは取り組みになると思いますけれどもね、しかしやっぱ緊急を要する取り組みでもあろうというふうに思ってですね、やっぱり所得が低い貧困家庭に育つ子どもはですね、やはり、学校に行けないというんですか、大学行こうと思っても大変厳しいと、こういうですね、現実があるわけでありましてね、私事で一回申し上げたんですが、私もね、やっぱり、国の特別小学生としてね、あるいは鹿児島の方の小学生としてですね、学校行かせてもらった、こういう自分なりの経験を持っておりますけどね、まあ、ある人に言わせるとね、日本の奨学金はあれはね、教育ローンだと返さないかんから、ね、本当はね、やっぱし支給した分だけはね、返さんでいいという制度にせないかんという、そういう意見もあります、それも当然だというのを思いますが、ぜひですね、私は子どもの貧困対策についてね、どの子どももね、どの親を選ぶか、どの国を選ぶか、子ども生まれてくるときに選択できないわけですよね、絶対ね。だから、生まれてきた子どもはみんなね、みんなの共有のね、宝だわけですから、子どもがね、家庭環境によって教育を断念せねえかんということがあっちゃいかん、ね、そういうことを含めてね、ぜひ今後とも取り組んで、ですね、いきたいと思います。健康福祉局長、何かありましたら。健康福祉局長。まあ、子どもの貧困対策、これはやはり子どもが生まれた環境によって将来が左右されるようなことがないようにということで極めて重要だと思っておりますし、また児童虐待防止につきましてはやはり先ほど知事のご答弁ありましたけれども子どもが健やかに成長できる、そして人権侵害のない、子どもが安心して、健やかに育っていけるということについていずれも重要な課題であると思いますので、個別の対策、そして、県民の中で、まあ、いろいろなキャンペーンも含めて皆が県民全体でそういった取り組みに取り組んでいけるような体制について県としても努力していきたいと考えております。犬戸委員、ぜひですね、そういうことで地上先頭に教育委員会もですね、健康福祉局もですね、努力してほしいし、すべての部門でですね、これに関わってできることはですね、やっぱ取り組んでもらいたい、こういうことをですね、私はお願いをしておきたいというふうに思うんです。時間もありませんので最後にですね、地方創生活性化問題で結構ちょっと質問をしてですね終わりたいと思うんですが、まあ県内ね、くまなく私もよく走り回る方でしてですね、いろんなところをまあ見ておりますが、それぞれの地域でみんな頑張ってる、広島県もですね、決して負けちゃいないと私は見てるんです。どこに行ってもね、山間部だろうとですね、島嶼部だろうとですね、そこに来てる人はやっぱり そこがふるさとであるし、そこはよくしたい、ね、だからですね、国に言われんでも自分たちの町は何とかしたいことでずっと昔から取り組んでですね、そして地域を守ってきたと思うんですわな。そこでね、やっぱりそのことをですね、どう私たちは支援していくか、行政的にあるいは政治的に、ね、そのことがやっぱし問われているというふうに思うんです。抽象的なことですけれどもね、
私はやっぱし、後継者がいないとかね、リーダーがいないとかいう悩みを抱えている農業法人もありますし、ね、あるいはそんなことでですね、課題も多いわけですが、この問題についてですね、やっぱし、大きな問題ですけれども、私はローカルが一番大事だと思って、グローバル言うだってね、やっぱりローカルですよ。ローカルで頑張る人を育てる、ローカルの取り組みを応援してやる、そういうことがあってね、初めて私は日本全国、広島県全体がね、やっぱし活性化していくと、こういうふうに思いますが、そこらについてですね、知事のお考えを聞いて終わりたいと思います。湯崎知事。本県における人口減少の抑制であるとか地域格差の是正、これは非常に重要な課題でございまして、これまで道路、上下水道等のインフラ整備を通じてこの格差是正を進めてきたわけでありますが、一定の成果を上げたはおりますが、こういった基盤整備だけではなかなか効果も限定的であるというふうに認識をしております。そのためにこの地域の将来を担う若者などの定着が図られるように、自立した農林水産業の振興であるとか、市場における産業対策を基本とする取り組みの支援を行ってきております。ルール、これを進めておるところでございますが、こうした取り組みに加えまして、先ほど委員ご指摘にありましたような、人づくり、これも非常に重要であると思っておりまして、これはまさに中山間地域に眠る資源に光を当てて、その強みを積極的に生かしていくと、それが必要で、それを実現していくためには、その核となる人づくりが重要であるということでございます。いずれにしてもご指摘のとおり、この地域についてその資源や特性を強みとして積極的に生かしながら、この活性化の原動力となります人づくり、あるいは若者のチャレンジを支える仕事づくりを一層加速させて、そしてこの地域のローカルの発展を支えてまいりたいと考えているところでございます。犬田委員。それではあと14秒ありますが終わりたいと思います。松浦委員。松浦委員、通告を土地造成とそれから入札制度についてお願いしておりましたけれども、先に質問された方々がある程度の質問ご答弁いただいておりますので、なぜ私がこのことをお願いしたかというと、部局審査はでは十分こなせない部分、入札の局もありましょうし、道具の方もありましょうし、衛生の方もあります、そういう意味でお尋ねした。それから土地会計については、販売の方は商工労働局の方で、やっておるということで、両方にまたがっているものですから、知事に、この解決策をですね、伺うという意味で質問をするわけでありますけれども、まず土地造成の件ですけれども、前々から私はいろんな会計がもうニッチもサッチもいかないというんで、職員が逡巡しておると、なんとか追い分けてやりなさいということをやらなきゃ、例えば土地造成でも去年はたくさん売れた、今年も売れたところが1年間じっとして経費だけが職員ずっと貼り付けにしておると、1億3000万ぐらい、本当は3000万で済んどったかもわからない、仕事をしてない、
まあ、そういうこともありましたけども、そこでですね、私は産業団地はどんどん作るべきだと、そまして今、町創生ということで、やるけども、子どもを増やすだけではですね、職場がないわけですから、すぐに大学を出たらもう帰ってこないと、まあ、そういうことになる。やっぱり地域へ人が住むということが大事なんだろうと思うんです。で、果実、おとついですけど、その前、馬路村へ行きましたけども、190戸で職員が1軒あたりにした90人ですから、2軒に1軒は農協の職員。で、この柚子をジュースにしたり、いろんなその関連商品にして、まあ、30億から35億ぐらいこの30年間で売れるようになった、まあ、こういうこと、それは職場があるから町が村がまあ生き残っておる、まあ、こういう状況、そこでまあ銀の中にも知事さん団地作ってください、公共事業を発注してくださいよというおるけども、公共事業を発注してもそれは終わるわけですね。ですから私は町創生という意味では地域へ職場を作ること、そのことは、職場というのは工業団地ですよ。そこに合う、その地域に合う産業を引っ張ってくる。そういう努力をして、そのためには産業団地というのは、ある意味で我々の、結構開けとるところの道路と同じですね、やっぱりその地域の大きな大きなインフラだと思うんです。そういう意味で政策的にですね、なんぼか赤でも答弁、前の人の答弁の中に、その税収の問題とかですね、いろんなことがありました、経済波及効果を考えると、まあ、やめなかったと、まあ、確かにそういうことで安くても例ということで、まあ、売ってきたわけですね、そこで改めて積極的にこれをやってもらいたい、それで、まあ、地域がでなかなかしてもらえるもんですから、尾道市は知事さんの上農業委員会の権限を許してもらって、私どもで結論出して団地を作りましょう、作るんですがいかがでしょうかというお願いしたことがあると思うんですね、まあ、そういう意味でぜひ売る方とこの作る方がですね元気でいけるような改めて制度を、ね、見直して拍車をかけていただきたい、まあ、その決意のほどお願いしたい、もう一つ続けていきます。それから入札制度の方はですね、ずっとその時期に合わせてね、まあ、やってきたと。ところが建設業、いろんな産業の中で、もし仮に企業が、事業が破綻したら、他の人に迷惑をかける部分が、建設業が一番多いと思うんですよ。自分とこの技術量というのは知れて、人件費がほとんどですね。ところが最近、どんどんこの木工で勝つわけでありませんし、トラック、バコーでやりますから、あるいはできたものを買うと、そうするとですね、購入品が一番多い産業だと思うんです、そうすると、経営破綻すると、地域にマイナスの波及効果というのがものすごく大きい、まあ、そういう状況の中でね、今までいろんなことで、この団子の問題はあったりして、見直しをしてきてですね、業者を結構したら増やしたらないんじゃないかとかですね、あるいは時によっては地元産を使うように使用者を書くとかですね、まあ、そういうことで、まあ、やってきたと。しかし今入札へ不落札であったり応募者がおらなかったりということで、まあおおむね建設業の人は東京オリンピックまではなんとか行くけど、それ以降はその福祉の方とか高潮対震災対策に金が行って、一般の公共事業はほとんど金が出んのではないかと、まあ、そういう危惧をしております。ですからそういう産業にはなかなか人が就職しない、まあ、そういう意味でですね、一番ネックになっておるのは、当面仕事をしてもしたらまず多少でも必ず利益が出ると、そういう仕組み、それは常に設計単価から部切りをして発注をしておった首長さんたくさんおりますけど、それは国交省がそんなことしないでください言って
知事部局にも議会にも要請書を40年前に出しておりますけども、まあ、そういう状況の中でね、やっぱり受注をするのに叩いて、なんで叩いて安くいくかというと、県の制度が一定の売り上げがないとランクが下がる、指名が入らないと、そういうことがあったわけです。まあ、そういう意味で改めてですね、いろんな条件を、入札資格の条件を洗い直しをして、今ようにですね、やってもらいたい、こういうふうに思うんです。で、一番は知事がさっとできるのは、あるいは首長さんがすぐできるのは、最低制限価格を、一番少ない時は75だったですけども、広島県も頑張って86ぐらいになったんですか、秋田、新潟ではもう 90% ぐらいまで上げてきておりますね。まあ、そうすると、取れば必ず仕事が、なんぼか利益が出ると、そういう状況、経営に安定感が持てる、まあ、そういうことがあると思うんです。そういう意味で、改めて経済に関わることですから、それがマイナス波及効果が大きく起きるこの産業建設業界のそういう制度をですね、改めて見直していただくことができるかできないか、まあ、そういったことをですね、所感を述べていただければ幸いだと。ここで質問を終わります。湯崎知事。まず産業団地の件でございますけれども、まず本日もいろいろとご質問いただいておりますように、土地造成事業会計は大変厳しい経営状況となっておるわけでございます。そういう意味でこのどんどんと進めるというには慎重な検討が必要なわけでございますが、一方でこれもすでに答弁しておりますように、産業団地への立地に伴って平成26年度ベースで見ましても、製造品出荷額は約 3.8 兆円あり、県全体の4割を占めております。従業員数は約4万人で県全体の2割、法人関係税は約222億円で県全体の3割占めております。立地している団地に立地している企業が占めておるわけでありまして、こういった効果も総合的に勘案して評価をすることが必要であると考えております。また本県の産業を先導する企業を誘致して県経済の活性化を図るとともに、人口減少に歯止めをかけて広島への流れを作り出すというためには、産業団地の整備は引き続き重要な施策であると認識をしております。このため新たな産業団地の整備にあたりましては、雇用の創出や産業政策の効果を踏まえて団地ごとに見込まれる県税収入や市長の負担等も含めた県全体での採算性による評価を取り入れて進めてまいりたいと考えておるところであります。また企業誘致にあたりましては、企業ニーズに対して迅速かつ的確に対応するために、町内の関係部局はもとより地元市長とも情報共有に努めて緊密な協力体制を構築し、労働力の確保や交通基盤の整備、事業員やその家族の生活環境などの環境整備も行っていくことが重要であると考えております。このために今後一層こうした取り組みを強化して、私自身先頭に立って企業誘致に向けたトップセールスを行いますとともに、企業から広島の地が選んでいただけるように、あらゆる機会を通じて本県の魅力をアピールしていきたいと考えております。また入札制度の見直しでございますが、これにつきましては公共事業の担い手である建設事業者の重要なが果たしている重要な役割を認識した上で、平成23年度に広島県建設産業ビジョン2011と入札契約制度中期計画を策定をしております。これに基づいて公正で透明な制度の下で、技術力競争力の高い企業による競争の実現を目指した
入札制度の改正を応札状況等を踏まえながら進めてきたところであります。その中で、公共事業の円滑な執行に影響のあります不調不落や下請け事業者へのしわ寄せ、また労働条件の悪化につながりかねない、著しい低価格での応札や応札に適切に対応していくということは重要であると考えております。不調不落は予定価格と実勢価格の乖離などを原因として全国的に発生しておりまして、本県でも小規模工事で増加傾向にありましたが、実勢価格を反映した適切な予定価格の決定などの取り組みを行って発生件数が減少するなど一定の成果を得ております。またご指摘になりましたダンピング対策でございますが、適切な見積もりによる応札を促すため、低入札価格調査におきまして下請け予定者の見積もりの提出を義務付けて、下請け予定者の見積もり内容や設計数量との整合性の審査を強化をいたしました。これにより著しい低価格での応札が減少するなど一定の成果をやはり得ているところでございます。今年度建設産業ビジョン2011年の改定を行うということとしておりまして、今後は新たな計画に基づいて一層の公正で透明な入札制度に向けた取り組みを進めるとともに、新しい入札制度の意義や仕組みの周知を図り、応札しやすい環境の整備に努めてまいりたいと考えております。はい、瀬間党副委員長。はい、自民議連の瀬間党でございます。まず早速質問に入らせていただきます。まず私から2点の質問、その中の1つ選挙制度の改革についてちょっとお願いをしたいと思います。1945年に20歳以上の男女に選挙権が与えられて以来70年ぶりの改革、いわゆる選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる選挙制度の変更、公職選挙法の改正が今年6月に成立し、来年の6月に施行されるため、来年予定されております参議院選挙から適用されることとなりました。また現在、少子高齢化も進み、若い世代の人が早く社会の一員という自覚をして政治に興味を持つことは大変有意義なことにであり、世界を見渡しても約9割の国が選挙権を18歳以上とされない、若者の声が政治に大きく反映してきております。もっと若者に政治を興味を持ってほしいと思っており、これからは小学校中学校から地元の議会を傍聴させるなど、一人一人の一票が政治を変えるという自覚を持たせることが大事だと考えております。また18歳以上の高校生は選挙運動が可能となりますが、活動内容によりましては公職選挙法に抵触することも危惧されるところであります。来年の参議院選挙まで行う必要のある短期的な高校生の教育と、長期的といいますか小学校中学校から始めます長期的な教育が2つあると思いますが、今後の主権者教育をどのように取り組まれるのか教育長にお伺いをいたします。
教育長。政治的教養の教育につきましては、小中学校においては児童生徒が国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培えるよう、政治に参画する意欲、態度を持たせるなどの指導を行っているところでございます。また高等学校におきましては、義務教育段階の学習をさらに発展をさせ、平和で民主的な国家社会の形成者を育成することを目的として、政治参加の重要性について自覚を深めさせるなどの指導を行っているところでございます。今後は義務教育段階から選挙管理委員会による出前講座や模擬投票などの実践的な教育活動を積極的に行うとともに、高等学校等にありましては現実の具体的な政治的事象を取り扱った学習をさらに深めることによりまして、生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるよう、政治的教養の教育を一層充実させてまいりたいと考えております。なお、改正公職選挙法が来年夏の参議院選挙から適用されますことから、高等学校等では来春卒業する生徒につきましては、有権者として適切に行動ができるようにするため、校長や教務主任を対象とした研修を行い、文部科学省作成の副教材の中に示されている公職選挙法や選挙の具体的な仕組みなどを扱った事業を早急に行うこととしております。瀬間と説明をいただき、副委員長、委員長すみません、詳しくは説明いただきありがとうございます。これからはやはり教育委員会と選挙管理委員会が横断的な取り組みをされることによりまして、若い人の投票率がアップにつながるようお願いを申し上げまして、次の質問に移りたいと思います。ありがとうございました。じゃあ委員長、続きまして、勤務体制でございますが、今フレックスタイムという言葉が最近今年から出てきておりますが、その中の一つで、その前にこの広島県におきましては、今年7月8月と朝方勤務を実施されまして、その朝方勤務につきまして、取得された方は 7.3% ほど取得されたというふうに聞いておりますが、その捉えた方は非常に有意義であったというふうに伺っております。それはどういうことかと言いますと、やはり子どもの送り迎え、また自分の趣味、さらには家庭との団らんなど、種々多々いろいろと利用されたようでございます。これを来年引き続き実施されれば、またこの今年の捉えた方はまた取得をしたいというふうに言っておられますが、今後この朝方勤務を来年に向けてどのように考えておられるか、総務局長にお伺いいたします。総務局長。朝方勤務につきましては、今年7月21日から8月31日までの間実施をしたところでございますが、委員ご指摘のとおり、アンケート結果によりますと、利用者職員からは再度利用したいという声が多く、朝方勤務によって家族の団らんや趣味などのため有効に時間を使うことができたという声がある一方で、窓口業務など対外的な対応が必要な業務におきましては、朝方勤務を実施しにくいという意見もございました。このため来年度以降の朝方勤務の実施につきましては、今年度の実態を検証した上で、
より活用しやすく、あるいは効果的な実施法も含め、その見直しについても検討をしてまいりたいと考えております。以上、瀬間党副委員長。この朝方勤務もやはりやり方を少々変えれば、また少しは多くの方は利用されるのではないかというふうにも、その一つとして今現在いろいろな会議が午後中心に行われております。それをやはり午前に変えるとか、午前中にできるだけ行うとかいうことにすれば、皆さんも取りやすくなるのではないかというふうに考えております。これも一つこれからも考えていただきたいというふうに思っております。で、続きまして、続きまして、今年人事におきましてフレスタイム制の拡充にかかる勤務時間法の改正について報告および勧告が行われ、本件の人事委員会勧告においても、今後国や他の都道府県の動向を注視しながら導入の可能性について検討の必要がある旨言及されたところでございます。そこでワークライフバランスの推進により効果的と思われるフレックスタイム制の導入につきまして、どのように考えておられますのか、総務局長にお伺いをいたします。総務局長。近年のワークライフバランスに対する国全体における意識の高まりから、本年の人事閣議におきまして、公務能率の一層の向上に資する観点から、フレックスタイム制の拡充に関する実施の要請がなされまして、今国において検討が行われております。現時点における主な検討状況といたしましては、1週間あたりの総勤務時間38時間45分は固定した上で、毎日5時間のコアタイムを設定し、勤務時間を割り振るものでございまして、民間企業等で採用されております始業及び就業の時刻や1日の労働時間を労働者に委ねる自由度の高いフレックスタイム制とはやや異なるものでございます。一方で本件といたしましても、生産性の高い働き方への改革に取り組んでおり、勤務時間を柔軟に選択できるフレックスタイム制は働き方改革において有効な手法の一つでありますことから、引き続き国の動向を踏まえまして制度の導入に向けて検討を進めてまいります。瀬間党副委員長。今お聞きしますと、やはり今広島県におきましては成果主義というのを唱えております。これに伴います勤務体制をより効果を高めるためには、フレックスタイムの導入が本当にこれに値するものというふうに私は思っておりますので、今後よく検討していただくよう要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。栗原副委員長。栗原副委員長。公明党広島県議会議員団の栗原俊二でございます。予定の質問者は私で最後でございますので、どうかよろしくお願いいたします。まず国からの補助金等を活用した経済対策基金についてお伺いをしたいと思います。基金事業は複数年度にわたる支出を機動的に行うことができるため、弾力的な運用が求められる事業や、単年度では終了しない中長期的な事業を実施するのに適した制度であり、景気低迷期における経済対策、その時々の主要な政策課題に対応するため、これまでさまざまなものが設置されてまいりました。この基金事業を財源から見ますと、単県での予算措置により作られたものと、国の施策に基づき国から財政措置によって作られたものがありますけれども、今回は国の財源措置によって作られた基金、そのうち特に国の経済対策基金について
お伺いをしたいというふうに思います。でまず最初に、国からの財源、措置によって造成された基金のうち経済対策として作られたものがどれだけの種類があって総額がどれだけの金額積み立てられたのか、またそれらの基金により実施された事業は相対的に見てこれまで本県にどれだけの効果をもたらしているのか、もたらしていると総括されているのか、総務局長にお伺いをいたします。総務局長。平成20年度の1月の補正予算以降、平成26年度末までに緊急雇用対策金をはじめとする19の基金に総額1128億円の積み立てを行ったところでございます。その主な打ち上げといたしましては、雇用対策として313億円、社会福祉対策として276億円、子育て対策として233億円などを積み立てたところであり、これらの基金を活用してさまざまな事業を推進してまいりました。その事業効果といたしましては、まず雇用対策として市長とも連携し、平成26年度までに約1万9600人の新たな雇用の機会を創出してまいりました。また社会福祉対策として介護施設や障害者支援施設など355箇所の施設設備の整備、141箇所の開設準備を実施したほか、3850箇所の社会福祉施設従事者の処遇改善を行ったところでございます。このほかにも民間保育所や児童養護施設の整備、あるいは救急医療や医師確保、県産材の活用促進に向けました木材加工施設の整備に取り組むなど、国の経済対策基金の活用につきましては、雇用機会の創出、地域産業の振興、県民の健康福祉の増進など多岐にわたり、さまざまな事業効果があったものと考えております。栗原副委員長。国の施策による経済対策基金の中でも代表的な基金として挙げられるのが緊急雇用対策基金事業であります。この基金は平成20年の秋以降、リーマンショックに端を発して雇用失業情勢が急激に悪化する中、離職を余儀なくされた失業者に対して次の雇用までの短期の雇用就業機会の創出を目指して平成21年に創設されたものでありますが、本県においてはこの基金が造成された当初はどのような事業に取り組んでいたのか、またそれから昨年度までの間にどのような事業に取り組んだのか、商工労働局長にお伺いをいたします。商工労働局長。緊急雇用対策金事業は平成21年度の創設当初におきましては、環境、教育、治安防災など地域の実情に応じました幅広い分野で離職者等に対する次の雇用確保までの短期的な就業機会の創出を目的として取り組みを開始いたしたところでございます。その後、短期的な就業機会の創出のみならず、研修と企業での就業体験によって人材育成を図り、就職に結びつける未就職卒業者職業体験事業など、就業先での継続的な雇用につなげる事業にも取り組んでまいったところでございます。さらに平成26年度からは雇用情勢の回復基調も踏まえまして、これまでの取り組みに加えまして、企業における販路拡大などによって収益の増加を図り、従業員の所得の向上や正規雇用化を推進する事業のほか、経営者に向けた職場環境改善のためのコンサルティングやセミナーの実施によりまして、若者の職場定着を支援する事業など、在職者の処遇の改善につながる事業などにも取り組んでいるところでございます。栗原副委員長。今のご答弁をお伺いしますと、雇用創出という目的のために作られてきた基金でありますけれども、その後の雇用経済情勢の変化を受けまして、
まあ、事業内容が変化してきたということだというふうに思います。まあ、そこでこれから取り上げたいのはこの緊急雇用対策基金を活用して制度を創設された、子育てサポートステーション運営事業について、あります。子育てサポートステーションは、子育て中の保護者を対象に一時預かりや育児相談を行うため、これまで県内7市8カ所の商業施設に設置運営されてまいりました。でこの施設の運営費については当初から充てられていた国の基金が活用できなくなったため昨年度から全額を県費により運営をされてまいりましたけれども県では昨年12月頃から市にも経費負担するよう打診を行ったため来年度から閉鎖に至る施設が出てくるのではないかこういうような懸念が新聞等で報じられたわけであります。その後市との協議によりまして多くの施設が継続する方向になっていると伺っておりますけれども現段階におけるこの施設の運営継続の見通しとともに今回事業継続について混乱が生じた原因についてどのように考えておられるのか健康福祉局長にお伺いをいたします。健康福祉局長。子育てサポートステーションにつきましては現在来年4月以降の運営を国の補助事業であります地域子育て支援拠点事業として継続していただく方向で関係7市と調整をしております。また市との協議が円滑に進まなかった原因につきましては平成22年度に県がモデル事業として制度設計した当初の段階で各市との調整が必ずしも十分ではなかった十分とは言えなかったと認識しており事業の効果などについて改めて説明をし事業の継続の必要性につきましてご理解いただくよう努めてきたところでございます。栗原副院長。多くの施設が運営を継続されるという方向であるということで、それについては安心をいたしますけれども、ただこれまでの質問をしてきたようにこの国の施策による基金事業というのは複数年度にわたって実施されるものでありますけれどもその施策の目標が達成されたりですね、基金を取り巻く環境が変わって基金を設置する必要性が薄まってくればですね、国からの上積みもなくなって規模の縮小そして廃止されるというようなことは当然の帰結であるというふうに思います。で今回のサポートステーションをめぐる混乱の原因は、国からのこの措置される基金事業そのものにあるのではなくて、基金を活用して取り組もうとする県の事業にあったのではないかという思います。言うまでもなく、少子化対策は長期にわたって取り組むべき最重要課題であり、サポートステーションのような子育て環境づくりを担う施設については、事業内容の充実とともに事業の継続性という点についても最大限考慮されるべきであるというふうに考えます。今回取り上げた事業のほかにも緊急雇用対策基金に限らず国のさまざまな経済対策基金を活用した事業が数多くあるわけですけれども、その中でも基金の終了以下にかかわらず長期にわたり取り組むべき事業もあるのではないかというふうに懸念をするところでありますけれども、いわばこの第2、第3 の, この子育てサポートステーション事業となりそうな事業はないのかどうなのか、そうした検証も踏まえた上で、予算編成も行うべきではないかと考えるんですけれども、知事のご所見をお伺いをいたします。湯崎知事。新たな事業の実施にあたりましては国からの財源措置の有無にかかわらず施策の目的や必要性また見込まれる事業効果などさまざまな観点から検討した上で予算を編成しているところでございます。また毎年度の事業の執行にあたりましては PDCA サイクルを回す中でその成果や事業効果を検証して実施方法の改善や事業の再構築などを図っているところであります。ご指摘の子育てサポートステーションにつきましては喫緊の課題である子育てに優しい生活環境づくりを推進するためショッピングセンターなどに子育て相談や子どもの一時預りが可能なコーナーを平成22年度から順次設置したもので市長や民間への移管を念頭に置いたモデル事業でございましたが先ほどの答弁にありましたとおり当初の制度設計段階におきまして
関係市長との調整について必ずしも十分とは言えなかったものと認識をしております。こうしたことを踏まえまして、とりわけ国の経済対策基金などを活用したモデル事業の企画立案にあたりましては、事業期間や事業終了後の展開を十分に検討をするとともに、必要に応じて関係団体との事前の調整を十分に図るよう改めて指示をしたところでございます。今後とも効果的効率的に施策や事業を展開していくため、さまざまな観点から必要な検討や検証を行いながら予算を編成してまいりたいと考えております。栗原副委員長。国の基金を活用して事業を実施する際には、制度設計の段階から活用する基金が早期に終了する場合も想定をしておくとともにですね、基金終了後においても事業を継続する必要性が高い事業については、県費を捻出してでも継続していくんだというですね、そういう気概を持って事業に取り組んでいただきたいと、このように思います。継続が期待される事業がですね、国の予算措置終了とともに、事業終了となったというふうにならないようにですね、このように、ぜひお願いしたいということを要望いたしまして、次の質問に移りたいと思います。ありがとうございます。続いて、はい、次にですね、徴用自動車、いわゆる公用車による事故についてお伺いをしたいと思います。県内における交通事故発生件数は県全体で見ますと昨年は1万2000件余りで、12年連続で減少をしてきております。でその一方で、県職員が関係する交通事故につきましては年4回の定例会において、地方自治法第180条による専決処分として、必ずと言っていいほど毎回報告をされるわけでありまして、そのような報告が受けるたびに何らかの対策が必要なのではないか、このように思ってきたところでございます。そこで知事部局においては過去3年間公用車による事故についてどのような発生状況にあるのか、その件数や事故の内容について総務局長にお伺いをいたします。総務局長。知事部局におけます過去3年間の公用車による事故の発生件数につきましては、平成24年度は63件、平成25年度は52件、平成26年度は49件、3年間の合計で164件でございます。事故の内容につきましては、自損事故等が90件、加害事故が38件、被害事故が36件でございます。栗原副委員長。知事部局における事故の発生状況についても今お話がありましたけれども、これらの事故に伴う賠償額なんですけれども、どのような状況になっているのかお伺いをいたします。総務局長。知事部局におけます公用車による事故の賠償額につきましては、平成24年度は246万1017円、平成25年度は549万2957円、平成26年度は779万4202円、3年間の合計で1574万8176円でございます。栗原副委員長。そういうふうな賠償額になっていっております。それではですね、警察本部における交通事故の発生状況、それに伴う賠償額についてどのような状況になっているのか、警察本部長にお伺いをいたします。警察本部長。お答えをいたします。県警察における過去3年間の公用車の交通事故の発生件数につきましては、平成24年度は193件、平成25年度は188件、平成26年度は233件でございます。事故の内容につきましては3年間の合計で614件となっており、このうち加害事故が354件、被害事故が230件、自損事故が30件であり、これらの事故の多くは緊急走行を含む事件事故対応中に発生したものや、パトロール捜査中等に発生したものでございます。次に県警察における公用車による事故の賠償額につきましては、
平成24年度は862万2528円、平成25年度は1飛び51万8499円、平成26年度は761万7525円でございます。栗原副委員長、このように答弁いただいたようにですね、まあ、これまで毎年何十件もこの事故が起こっております。でまた何百万もの要するに賠償額が発生しているという状況にある中で、ありますが、まあ、県職員に対しては安全運転が行われるよう対策がおそらくまあ図られてきていると思うんですけれども、具体的に知事部局においてこれまでどのような対策を講じられてきたのか総務局長にお伺いいたします。総務局長。公用車による交通事故の防止に向けた取り組みといたしましては、各所属の安全運転管理者を対象としました商用自動車管理者研修や一般職員を対象といたしました事故の原因と傾向、安全運転のポイントなどを内容とする安全運転研修などを実施しております。また職員のパソコンに定期的に安全運転に関する情報を掲載するとともに、各地方機関におきましてもそれぞれ個別に交通事故防止に関する研修を実施するなど、職員の安全運転意識の向上に努めているところでございます。栗原副委員長。ありがとうございます。ただ自動車の運転につきましてはですね、まあ、人が行うものである以上今までのような対策だけではなかなか減ってこないんじゃないかというふうにも思います。でもそのような中で、まあ、他の自治体においてどのような対策が取られているか調べてみましたら、これは福井県のあわら市なんですけれども、公用車での事故が近年相次いでいるという事態を受けまして、まあ、全公用車にドライブレコーダーを取り付けるという取り組みが行われているんですね。でこれはドライブレコーダーがあれば安全運転の注意喚起にもつながるのではないかという、職員からの提案で、まあ、取り組みが始まったようでありますけれども、まあ、このような他の自治体での取り組みを踏まえましてですね、まあ、本県でも職員への交通安全の意識啓発の一環として公用車にドライブレコーダーを取り付けるという取り組み、広島県でも行ってみてはどうかと考えるんですけれども、総務局長の見解をお伺いします。総務局長。ドライブレコーダーは事故などによりまして車両が衝撃を受けますとその前後の映像や走行データを自動的に記録する装置でありまして、事故発生原因の客観的な特定につなげることができるものでございますが、他の都道府県におきましてもまだ導入例が少なく一部の車両に限定されているのが現状でございます。本県といたしましては他の自治体のこうした導入結果も参考にしながらドライブレコーダー導入による啓発効果やその啓発効果などまずはその有効性について検討を行いながら導入についての検討を行ってまいりたいというふうに考えております。また職員への交通安全の意識がつきましては引き続きさまざまな手法や機会を通じて取り組むことによりまして公用車の事故防止に努めてまいります。栗原副委員長。公用車にドライブレコーダーを設置するということは、職員の交通安全への意識向上に加えてですね、まあ、事故の状況が画像で明確に分かるために、過失割合の算定など事故処理の迅速化にもつながるというふうに思います。まあ、公用車へのドライブレコーダーの設置について、まあ、ぜひとも前向きに進めていただきたいということを要望いたしまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。これをもちまして質疑を終結いたします。これより採決いたします。本委員会に審査を付託されました平成26年度広島県歳入歳出決算認定の件並びに平成26年度広島県公営企業の決算の認定および剰余金の処分の件についてはいずれも認定並びに原案のとおり可決することに賛成の委員はご起立願います。起立総員であります。よって本案はいずれも認定
並びに原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次は委員長報告についてであります。委員長報告の案文については委員長にご一任いただきたいと存じますが、ご異議ありませんか。それではそのようにさせていただきます。以上で審査を終了いたします。この場合、知事から発言を求められております。湯崎知事。ただいま平成26年度の決算を認定すべきものと決定していただき、誠にありがとうございました。平成26年度は広島未来チャレンジビジョンの中盤を迎えます重要な時期として、成長への好循環への道筋をつけるため、これまでの取り組みをさらに推し進めたところでございます。今回この決算の認定をいただきまして、改めて厚く御礼を申し上げますとともに、今後の県政運営に一層尽力してまいりたいと考えております。本委員会でいただきましたご指摘ご提言につきましては、十分留意の上、今後の県政運営に反映するよう努めてまいりたいと考えております。今後とも委員各位の必要のご指導ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。次に議長からご挨拶があります。閉会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。先の9月定例会におきまして、本委員会が設置されて以来9回に及ぶ審査を集中的にお願いしたわけでございますが、委員の皆様方には終始熱心に審査を賜り、またただいまは適切妥当な結論を得られましたことに対し心から敬意を表する次第であります。ご案内のように広島県の財政状況については健全収入が企業業績の改善により増加傾向にあるものの、福祉医療関係費の増加や交際費の高止まりなどにより依然として厳しい状況が続く見通しであり、さらなる財政健全化に取り組む必要があります。また先の9月定例会におきまして、昨今の社会経済情勢の著しい変化に対応するため広島未来チャレンジビジョンを改定し、新たな取り組みの方向や戦略が示されたところであります。こうした中、本県の目指す姿の実現に向けて各種の施策に一層積極的に取り組むことが求められており、本委員会におきましても本県の活性化に向けた効率な予算執行や各種事業のあり方について貴重なご意見が出されたと伺っております。まもなく来年度予算の編成時期を迎えることになりますが、県当局におかれましても本委員会の意見等を十分に反映され県民の期待に応えられますようにお願いを申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。閉会にあたりまして委員長として一言ご挨拶を申し上げます。委員の皆様方には9月定例会において本委員会が設置されまして以来、ご対応中にもかかわらず終始熱心にご審査をいただき誠にありがとうございました。
委員各位のご協力を得て、本日ここに委員会としての結論を得ることができ、その職責を果たすことができましたことを、栗原、瀬間等両副委員長とともに深く感謝申し上げます。また、知事をはじめ執行部におかれましては、本委員会の審査にご協力いただきましたことに対し、厚く御礼を申し上げます。なお、本日の総括審査、並びに部局別審査の過程で指摘のありました事項については、今後十分留意していただき、来年度の予算編成にも反映するなど、県政の進展と県民福祉の向上に一層の努力を傾注していただくようお願いいたしまして、ご挨拶といたします。ありがとうございました。これをもちまして、決算特別委員会を閉会いたします。